バーゴ21とは、地球から見て、オトメザの方向に5000万光年離れた距離にある、天体である。初の暗黒銀河の候補である。バーゴ21は、2005年2月にオトメザ銀河団の中で発見された。暗黒銀河は、光る物質である恒星をほとんど、あるいは全く含んでおらず、光らない物質である、ダークマターにより支えられている。 銀河程度の大きさの仮想上の天体のことである。バー521以前にも、HE0450 から2958や、HVC12741330 のような、暗黒銀河と予想された天体はいくつかあったが、極めて有望な候補として上がった天体としては、バー521が初めてである。なぜならば、今まで暗黒銀河とされた候補は、その後の観測でわずかながら、 構成を含んでいることが分かった天体がほとんどであるが、バーゴ21は構成が全く発見されなかったからである。暗黒銀河の名の通り、バーゴ21には構成が全くないため、光学望遠鏡では全く見えない。バーゴ21は中性水素の 21cm 線によってのみ観測することができる。水素の量は太陽質量の1億倍ある。 ドップラーシフトの観測では、地球から見て、秒速 2000km という高速で遠ざかっている。秒速 200km の速度幅から予測される、四等級は12等級以上であるが、実際の四等級は、B 等級で21.5等級以下である。直径は少なくとも5万2000光年以上ある。バーゴ21は、異なる位置では異なる方向へと運動しているように、見える。 これは、渦巻き銀河などに見られる回転運動であると考えられる。バーゴ21はあまりにも高速で回転運動をしているので、水素の質量のみでは銀河の形を保つことはできない。その回転速度は水素の質量で保てる速度の1000倍を超えている。これは通常の光っている銀河でも同様の問題を抱えており、銀河の回転曲線問題と呼ばれている。 この問題の解消には一般的には光らないダークマターの存在を仮定するが、バーゴ21の場合、その量は太陽質量の500億倍もあると考えられている。これはバーゴ21の水素の量の500倍であり、通常の銀河と比べると割合はかなり高い。通常の割合からいけばバーゴ21は極めて明るい銀河でなければならず、このことは バー二2 1が暗黒銀河であることを強く示唆する。しかし、その挙動は修正ニュートン力学と矛盾して見える。この問題を解消するために、回転運動は水素の雲が手前にあることによる錯覚であるという説もあるが、やや無理がある。M99 の近赤外線画像。向かって右側に伸びる腕の先にバー二2 1がある。バー二十一は、 暗黒銀河ではないとする説もある。それは、バーゴ21のすぐ近くにある銀河 M99 が M98 と重力相互作用を起こした結果伸びた超積の尾であるとする解釈である。具体的には M99 のすぐ近くを M98 が秒速 900km で過ぎれば、このような尾が伸びるとされている。実際、バーゴ21と M99 の腕は、 バーゴ21の方向へと流れる中性水素ガスの流れによってつながっているように見える。しかし、この説には異論も多い。具体的には、もし相互作用によって伸びた尾ならば、あまりにも高速であるので、乙女座銀河団を飛び出してしまうことや、M98 の重力によって、M99 から尾が引き出されるとすると、その方向が観測とは逆向きになる必要があること、さらに尾が、 光成などの光る物質を全く含まず暗黒物質ばかりを落として伸ばすのはおかしいという意見である。逆に M99 の腕はバーゴ21の重力によって伸ばされたものであるという説もある。なぜならば M99 の腕は近くの重力源に引き伸ばされて見えるがその重力源が光学的には全く見えなかったからである。この重力源が 暗黒銀河であるバーゴ21であるとすれば、M99 の腕と中性水素ガスで繋がっており、バーゴ21へ流れている事実への説明がつく。宇宙誕生後、構成がまだなかった時代は、水素ガスが集まって銀河の形をしていたとしても、その全ては光らない暗黒銀河であったと考えられている。暗黒銀河の発見は、銀河の初期形態に関して、 何かの情報をもたらすかもしれない。バーゴ21のバーゴは乙女座の英名である。灰は中性水素21は水素線の長さ 21cm を表している。すなわち名前は乙女座の水素 21cm 線天体という意味となる。ありがとうございます。